どうも、こんばんは、NM です。今回は、東京グールリ・インボーク。リ・インボークフェスに白スーツの首領、ナキが登場しています。早速、キャラの詳細の方を見ていきましょう。まず、ステータスから、イラストめっちゃなんかあれだね、これ。神々しいっていうか、なんて言うんだろう。口角のこのなんかこう、一線っていうかなんだよ、このなんかシャキンってなってる感じ。売り絵にもあったけどさ。青いエフェクトね、この月というか切ってるのか分かんないけど、こういうエフェクト生地感がある。インボークフェスの売り絵で、ステータスですが16,811枚、1万超えてるのでいいですかね。で、攻撃力かなり高い1499。なんでこれ1足して1500にしてやらなかったんだ。で、防御力低めの387、400切ってますね。なんか400ボーダーラインにしてるみたいなとこあるな最近。で、固有アビリティがブレイクバースト、ダブル S マイナス、ブレイクしたとき一旦で味方全体の攻撃力を2倍にする。はい。今んとこブレイクバーストは2倍が一番上なのかな。2周年の有馬カネキ。そして、カネキはあれか、自分を3倍、ん?あ、どうだったかな、カネキのブレイクバースト。忘れたわ。有馬のブレイクバーストは2倍か全体に。あとなんかいたよね。あと誰だったかな。あ、重蔵か?重蔵だったっけ?重蔵、ジョーカーの重蔵だったような気がする。で、攻撃力アップ、S プラスで500、アタックポイントアップ A でプラス3で、非属性キラートリプル S マイナス 1.8 倍からの、流血 GS ということで、はい。で、スキルの方が、核内派生状態、兄貴のおかげで全然怖くないレベル5、3ターンの間、味方前衛の攻撃力にいても、めっちゃ強いんだけど、これ、これ、グール版有馬希少なのでは。で、自身のガード率を 30% アップ、敵単体へ攻撃力 1.7 倍の9連ダメージを与える武器体験値も、待って、めっちゃ強いぞ、こいつ。どうした？こいつ、めちゃくちゃ強いんだが。で、BCB、降格ですね。兄貴のおかげで全然怖くね、22秒間味方で防御力を3倍にするということで、待って、こいつ、強くない？こいつ。ん?え?マジ?強ない?強いと思いませんか?ちょっと 3D モデル見ていこう。すごい強いと思うんだけど。かっこいいし、このオールバックのナキね。まあ、無印の頃の、なんかちょっと、ヘナチョコって言っちゃ悪いけど、ナキ。RE になってめちゃくちゃかっこよくなった、このオールバックのナキね。というわけで、今回はこいつを10連だけ引いていきましょう。さて、このガシャ演出もあと何回見れるんだろうか。まあサービス終了が決定してもね、また来る。おお、グールじゃないんかい。グールじゃないんかい。2枚あったから、おっと思って、グールじゃないんかい。さて、窓さん。ここでアキラ来たら面白いけどね。ピエか。しかもフェス限っていう。はい。というわけで、今回は、リ・インボクフェスに登場した、白スーツ、の狩猟なきですね。を10連だけ引きました。まあ、ステップ1で SSR 最近どんどん出てくれるから、引きはなかなかいいんじゃないでしょうか。というわけで、お疲れ様でした。また次回の実況動画でお会いしましょう。